You're a fine knight. こんにちは、ブルーボスです。ということで、今回もやっていきましょうか。あれ、なんか真っ白じゃねっていうところなんですけど、はーい。ということで、RE2 から引っ張ってきました、豆腐。もうなんかあれだね。なんか出てきてるけどね。銃構えて、あなんかあれだね。構えるというよりは、ちょっとあれだね。生えてるって感じするけど。はーい。つうわけでね、前回で残念ながらルイスさんご退場ということで、すーげー見にくいでございますね。まあ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 、仕方ないよね。豆腐はあの面積取っちゃうもんね。あ、違う違う違う。これなんか取れるんだっけな。はい。回復薬がね、もうほぼほぼ全くのゼロというね、危機的状況ではありましたが、今のでなんとか、なるでしょう。まあ、このチャプターはそんなにな、ああ、長いな。いろいろとこう見直しを図るというか、見回りをしていくってなると結構長かった気がするから。はい。ということで、彼女からの連絡でございます。はい。Leon, there's only time to say this once. 彼女から、彼女兼エイダ。兼エイダ。で、まあ、誰だっけ？あの金髪の女の子。アシュリーに関しては、あれはね、あの、フリーフレンドってやつね。フリーフレだね。うん。You should. こういうのがいいっていう漫画に毒されております。はい。ということで、チラッと来て、ここ戻ったら確かいるんだったっけ？なんかね、復活で生えてた気がするんだ。あれこれ、あ、ちょちょちょ、あ、ちょちょちょ。なんか、どっちがその正面向いてんのかっていうのはすげえわからないな。はい。あ、そうだ、そうだ。あ、とか、卵はねえんだったな。あ、いいいい、そんなことないですよ。Welcome! ということで、ちょっと変えてみました。キノピオさんでございます。はい。キノピオに皮、書いてなんだ、マリオシリーズで揃えるのかよって。じゃあ、ピーチ姫と、ね、マリオとかルイージとかも出していかなきゃいけないっていうところなんですけどね。まあ、果たしてそのモッドがあるのかって今ちょっと探してるところなんで、もし見つかったらね、それに変えながらやっていこうかなというふうに思っております。ね、ただ、クッパであんなにね、もう、取っちゃうからさ、ちょっとなんか、口元おかしくない？あとなんかすごい腕がダルンダルンだったんだけど。多分元の腕がそこまで長くないから、あんな感じでダルンダルンになっちゃってるのかもしれないですね。よし。じゃあ、ここ開けると、いる？なんかそれっぽ、ああ、なんだ、ただの松明か。こっち自体にはいないのかな？そう。あのね、伸びがね、すげえめんどくさいからさ。稲下げだね。オッケーオッケー。いいなせだね。こう戻ると、どこまで、こう、いるのかってところでね。あ、ちょちょ、待った。これで、で、そうなんだよね。こっちの方でさ、最初の、キャッキャウフフいちゃ、あれあれ越剣玉の鍵あれじゃあ、どこに鍵あ、これか。正本室の鍵のかかったタンスがまだ開いてんだな。開いてねえんだな。ここら辺はだってもういらないもんね。古びた鍵で開ける。でもそこまで戻る超遠いぜ。中庭抜けて、貯蔵庫抜けて、正本室。まあ今回はちょっと、都合上あれだね。勘弁してもらおうか。刺さってんだよな、完全にね。なんか、かき氷にストロー刺してますみたいな、そんな感じになってるよね。えどういう状況弾幕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 。NEXT ON E。こっちの方にも。わーわー足元にも虫いっぱい生えてきたあ、痛い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 。おめえは俺に寄生しねえで攻撃してくんのかよ。まあまあまあ、そういうあれだよね。よくも俺たちのご主人様をやってくれましたなーって。うらら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 。いる？まだいるね。逃がすかー。逃がしたな。まだ足元でうにょ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 ういける。来た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 。あそこにもいるな。当たらないか。投げ込んでみる？ほい。投げれてんのか。ああ、いけたいけた。でん、閉まったところで、ねえ、毎度毎度丁寧にね、ちゃんとストーリーを進めるべきところを進めずに、こうやってアイテム回収をやっているというところが、私の売りでございますんで、そんなもん売られたってお断りよっていう、そこのあなた。まあまあ、チャンネル登録でもしててくださいよ。で、こっち入っていくと。うん。卵産んでくれへんかな
うまいこと卵産んでくれたらな。ちょっと、さすがに金玉を使うのはあれだからな。うまいことやってくれたらいいんだけど。無理かな。あいつ。てか、普通にさ、これさ、こうやって撃ってるダメなんだよね。そうなんだよね。全く傷のつかない、ただ一つの吸引器掃除機、絵画ってところでね、不思議な絵だよね。パキン。はい。偉大なる父よ。膨大なる母よ。これしゃがむと？しゃがむとあれだね。なんか豆腐が下カットされちゃったみたいな、そんな感じになるの。あ、ちょっと待って。あ、やった！なんという素晴らしき。もう、チキンにしてあげるよ。で、こうで、こう。あ、違うな。ほい、ほい。ペッキン！オッケー。金玉ゲット。誰の金玉なのかな？で、よいしょ。で、そう。これ勢い余ってね、装備するじゃなくてね、使うってやっちゃうとアウトだからな。消えろ！あー、お顔があれだね。ねっちょりしなかったね。残念だったね。まあ、服がねっちょりする方が嫌か。クリーニング代がかかるもんな。よいしょっと。ナイフ！いや、突っ込みどころしかないような格好絵面になっちまったな。まあいいでしょう。じゃあ行こうか。この調子だったらもう最後まで行こうよ、もうね。うん。よし。ふんぬぬ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 ぬ。このさ、レオンがさ、カッチャンカッチャン、カッチャンカッチャン言ってる音が、妙にその豆腐っぽい音にも聞こえなくもないっていうところっすね。うん。いやー、ほんとに奇妙だ、奇妙だ。よし、行こう。で、この帰りに。は？なんで、お前ら、そういうずるいことすんの？帰りにだけ急に生えてくるみたいな？立ち上がってるし。起き上がってくんじゃないわよ。ダメ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 。ダメ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 。他は？ちょっと待ってね。ちら。チラ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 。いるねー、いるねー。ういー。あそこにも擬態してやがんな。帰ってきたらこうなんか生えてるってほんまにもう。ずるい奴らだべ。うわー、そっちにいたのかやべー、死ぬぜー、やるべー、日本語になってるー。だだ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 、お帰りなさいませ。またどっかいる。ういー、いたねー、いた、いたのを避けようと思ったらなぜか食いつかれて、お絡み禁止です。ダメです、当店そういうお店ではございません。爆発してください。よしと。ギリギリ飛び越えれてんだよなー。まったく。まったく。ダメだって。虫ほんとダメなんだから。前回のパトで話してたろ？カマキリに絡まれて、全力で叫んだって。おう、依頼やったぜ。すげえしっくりくるんだよな。なんかこの格好してるのがさ。で、ちょっと待ってね。こいつか。ペン。セルは、なんかあとまだ他に売っといた方がいいものあったか。あ、ナイフか。あ、ナイフ売ったっけ？あ、売ってないよね。うん。ちょっとこんなところかな。あとは、あ、麺ですもん。別にいらないもんね。ほい、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 ほい。いないね。オッケー。プレゼントオーダー。うん、アシュリーのこと？よし、じゃあこいつも。ハメハメナメナメ。フラミンゴー、ラララ、フラッフラッフラッ。ああ、そっか。あれ？違う。違う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 。あれ？フラミンゴじゃなくて、あれをハメハメするところが、一個余ってるとこなかったっけ？こう余ってる。あ、あったあったあった。こいつだ、こいつだ。フォーボーナス。で、今手に入ったやつは、じゃあまあ違うやつにしとこうか。あ、値段高くなるわけじゃないんだけどね。よいしょ。え、何してんの？ほら、1.6 と 1.7 倍でね、52,800と 59,500。やっぱそうだよな。まあ、レッドバーンのおかげなんかもしれないけどね。ということで乗っていきましょう。ギリギリだら入るの。
ここで銃を構えられない。全くもって移動できないんだな。There's the clock tower. 見えねえんだよ。その肝心な時計が見えてねえんだよ。おめえの幅がでかすぎて。頼むぜ。よいしょっと。多分あの画面の3分の1以上をこいつが占めてる感じがするよね。よいしょ。で、ここでアイテムは、あった。この間にあれだよね。なんかあの、何かから追われるかのように逃げているクラウザーを追いかけてエイダが走ってるんだよね。ここでね。今、ドシンドシンやってるけど。で、あれ何先に行ってさ、多分ここでパッチパッチやってる間にもうクラウザー到着してんだけど、あいつまだ何やってんだよ。さっさと来いよ、領主とかって思いながらやってんだろうね。きっとね。で、おちんちん打ったところで意味ないのか。意外と手に入ってないでございますね。じゃあ、まあ仕方ない。行く。パッチ、パッチ。この拍手の仕方がマジで。It's not unyielding. 声は高いんじゃないからですね。可愛らしい声はして。I'm afraid he didn't hear. ちょっと原作と違うんだよな、多分な。つまみ出しなさい。表現が優しいよね。つまむんだぜ。ね、あのひねりつぶしなさいとかさ、なんかもっとこう八つ咲きにして差し上げなさいとか、そういうのじゃなくてさ、優しいよね。つまみ出してあげなさい。なんかちょっとまだチャンスあるよみたいな、そんな感じするの。あ、抜けてきやがった。あそこから狙ってるやつがいる。タタ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 。残念でした。また聞いてね。うるるるるるる。よいしょよいしょ。マックスでこれだもんな。ほら、3発撃ってまだ生きてんだもんね。強すぎない？オールセニョール。オールセニョール？みんな女？じゃあ、セニョールはあれか、男か。セニョリータだな、確か。セニョリータ。よし。まあ、海外に行ったらね、いろいろとね、あの、日本人観光客から、ちょっとでも金を騙し取ってやろうってね、悪どいやつがたくさんいるからね。スペインでやられたことはないけど、俺、ミラノでね、70ユーロか80ユーロくらいパクられたから、みんなもね、海外行くときにはそういうの気をつけてね。しかも今、為替が高いからさ、7年前に行った7、80ユーロとさ、今の7、80ユーロとでは、その、円に換算したときのダメージがでかい、あ、違うからね。よし、ということで、あ、なんであんなとこにさ、ダイナマイトかけちゃったんだろうね。もう、破壊してくださいよ、旦那って言ってるようなもんだもんな。何が狙いであんなところにつけちゃったのか。不思議でしょうがありません。よいしょ。あ、たた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 あれこの辺だったっけ。あれちょっと宝箱を、あ、向こう側か。あ、違うこの上か。あったあったあった銀だから大したあれじゃないと思う。わざわざいちいち上の方ににゅるんって、なんかどっかでワンゴロって言ってんだけど、どこだ。ずっと喋ってるやつがいいんだよな。あれ、あ、いいえ、ちょっとだいぶずれた登り方してる。下から来てる。あ、下から来てたわ。はい。残念。おめえのはしごねえから。まだ来んのかよ。おめえのはしごねえから。おめえの盾ねえから。来る？すげえしぶといこいつ。おしまい。デレレレ。あちょ。んで、この上をね、問題は。ここまだ来てる。燃える、燃えれ、燃えれ、燃えれ。あれ来てないな。燃え燃えピピピ、燃えピピピって。こっちの方チラッと覗いたら、あ、いるね。よし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 。隙間から、隙間、あれ？隙間から、全然当たんねえ。あれ、なんか見えない壁に阻まれてるけど。そして、あいつらなんで、ダメージを受けているのに。おー、なんかすげえピョンって飛んできた。とんでもねえ跳躍力してやがんな、あの野郎。
あいつは無理なのか。そっか。ティさあ、おいでおいで。そろそろ来るだろう。ちょっと待ってね。回復がないよね。ほんとギリギリだな。次ダメージ食らったら回復しない。よし、オッケー。で、その間に上からガッチャンと落としてくるやつがいるんだよねー。お呼び出ない。お呼び出ない。やばい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 。こっちに引かれたらひとたまりもない。お金？ゴロ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 。どいて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 。おめえの居場所こっちじゃねえよ。あっちにあげるからさ。よし、オッケーオッケーオッケー。で、また上からゴロ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 する。ゴロ、あっ、ずるい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 。その飛び道具なんてずるい。飛び道具飛び道具飛び道具使うなんて。ひきょうひきょうひきょう。よし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 よ。転がすようなさ、その遠方から攻撃する武器なんか使っちゃほんとダメだよ。そんな卑怯なことしても男なら黙って接近戦をやらなきゃいけないんだよ。女の子は黙って接近戦をやらなきゃいけないんだよ。ここは男女平等に行こうぜ。まったく。なんでそんなみんな飛び道具に頼るんだよ。で、次どこ行ったらいいのかな。うん。あれ、来てるどこから。ああ、来てたわ。オールセニョール、オールセニョール。おいでおいで。なんだよ。お前らそこに泊まるってことはあれだからな。鉄球を欲しがってるってことだからな。生えてきやがったー、焼きそば野郎。昼前焼きそばめ。This coming! This coming! チャ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 。オケます。チャ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 。あれ？安いもんだ、左腕の一本くらいってか。うわ、やばいやばいやばい。すごい、こっちを向いて、果てたやつがいる。果て果てピピピ、果てピピピ。まだ、あー！まだ来るかもって思ってたのに。まあいいや。まあまだ、まだ、まだ来てるけどな。まあ来るなら来いよ。相手してやんよ。降りてくるだろ、どうせ。え？待って、どこから、どこでうわー言ってる。登って、目の前。よいしょ。かわいそう。誰だ、やったやつ。犯人、まったく。よくないよ、あんな潰し方しちゃ。かわいそうだよ。もっと徹底的にしてやんなさい。中途半端ダメよ。思いっきり真下にいたな、あいつら。残酷だよな。大丈夫かな。よし、じゃあ行きましょうか。登っていきます。これ普通にあれだよな。落ちる可能性が高いよな。こんな、小さい柵だったりさ。で、どっかから、確か、ピュン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 飛ばしてくるやつがいるんだよ。あ、いた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 。はい。ピュンピュン飛ばす前、飛び道具を出される前に、レオン砲を発射しないといけないね。え、本当にね、豆腐やりにくい。そもそもこれゲームとして、成り立ってないくらい、こうちょっとやばい操作性になってるのにさ、PC スペックが低すぎて。くる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 。残念でした。また来てね。あ、上半身柔らかい系女子。行かせるか。あ、爆発系女子。青春は爆発じゃ。ふい。あ、なんだ、おみさん生きてたのか。あれ、出て出て、あれ、なんか食らった。The lift。 あれ、ちょっと待って。そういえばさ、下からさ、ラスベガスマタドガスって言ってるやついなかったっけ。あれ、ラスベガスマタドガスのダメージ全然受けてないんだけど、あれ豆腐になったから、あれもう寄生虫もう絡むのやめたっつって。いや、ああ、なんかどっかでやってんな。あ、おめえ、痛い痛い痛い。あれ、最初にさ、マタドガスラスベガスってさ、ダメージ食らうんじゃなかったっけ。頭が痛いっつって。あ、ちょっと後ろいたな。思いっきり後ろいたわん、刺すわん。この野郎、止めやがって。重量オーバーだ。距離で一人で何人分の体重を抱えてんだから、バカ野郎。で、めっちゃ口が悪い、すいません。口だけでなくて、態度も性格も悪いです。じゃあもういいとこなしだな。何がいいんだろうな、俺の。
全然自分で自分の価値を分かってる。うん、よし、オッケー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 、ブルン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 震えております。で、登ろうとしてきてるやつがいるから、そんなところ危ないから登っちゃダメよ、保護者からの注意喚起です。うん、危ないことやっぱね、させちゃダメだよ。危なくならないようにパパが初めに危険因子を潰しておいてあげます。ヒューカンハーピンピンショペーキンコンキンコン。ちなみにこれカーン、あ、そっか、よいしょ、ちらっと覗いて、ほいトニーヒューストン。あ、ちょっと一発で倒せねえんだよな、マジでな。あ、すごい、あの鉄板にさ、薬莢が落ちる音がする。お尻はダメっつって死んでった。ちょっと待って、あいつ強えぞ。同じ狙撃手だったら俺が、ちょ、あいつ強くない？いくら体を適当に撃ってるからとはいえさ、強っ。感心するわ、普通に。ちょ、あ、違う、は？なんでそんな武器構えてんの？俺はこれなんだよ。よし、オッケー。で、こっち。はっ、豆腐のような軽さでもダメですか？ギャバーダイヤモンで、来た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 。帰ってくのかい、なんで出てきたんだよ。じゃあ相当命を失わずに済んだのによ。さよなら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 、来る。いやいや、まあ、確かに騒がしいけど挨拶するのが早いっすよ。今なんか唇ピロピロってなってなかった？かわいいな。ペンでセアで、いらないナイフをもし拾っていれば、もう全然自分の手持ちをあまり把握してないからね。14、まあいっか、じゃあこっち行こうか。 Left over、 なんとかかんとか Left over って言葉はクリス・レッドフィールドも使ってたよね。この帽子がまたね、ちょっといい味出してるよな。うえさあ、どうなるかな。いや、マジでね、まともにプレイができる環境であるなら、全然ね、無限弾なんか使わないでね、戦ってもいいかなと思ったりするけどね、まともに戦えない環境だからな。だからちょっと、自分に言い訳をしながら、特典武器を使ってやってるけど。まあ、連れてったのは、あれだけどね。でも、埋まってんだよな。あ、エロ！いい感じの格好してんなぁ。くびれとかも止まらんもんね、本当に。さあ、トーストクッパの。いや、もうもはや見えてない。完全に亀の甲羅の中に埋まっちゃってるよ。Such a fool, Mr. Gennady. To have been bestowed with lower sacrifice. ちょっとあれだね、あ、すげえ。豆腐の中から出してる。あれだね。あまりにもちょっと醜悪な格好すぎるから、ちょっとでも見せないために帽子で隠してくれてたのに。このスターズの帽子ってあれだよね、ジルだよね。うん、だから今回こいつ一人の影響でここまでなんかカビみたいなのがニュル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 って入ってるから、なんか宙に与えられた力、神のゴッド、神のゴッド、力のパワーとか。私は二日酔いなんです。黒い飲み物って言ったら何だろうな、ブラックニッカとかか。あんまりちょっとそこら辺分かんないけど、でブラックニッカだったらいいっすか。確かそんな感じだった。どっか行くのかよ。なんだよ、もっとお兄さんと遊ぼうよ。27歳のお兄さんと、ほら二十歳の若い小僧がよ、大人の遊び方まだ知らないだろ。全身ボコボコにしてやっからよ。ほら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 。この時はあれなのかな、あんまりダメージ食らわない。二日酔いアタック、この二日酔いね。さあ下、え、上から来る。
あれ二日酔いアタックどこ行った？皆さん二日酔いって経験あります？僕なくて二日酔いって、うん、酒が残るほど飲まない、飲んだこともないっていうのがまず一つなのかもしれないけどな。まともに戦わないであれだな、普通に逃げ寄せてるもんな。なんだただのちびりか。うわー二日酔いアタック。そろそろ倒れてほしいな。そろそろ落ちないか。ててあ、聞いたんかい。あ、いた。よし、じゃあもうこれで終わりにしましょう。よいしょ。ほい、卵アレルギー。まあ、まともに戦うほどの価値ある相手じゃないからね、うん、どっちかって言ったらね、ポケモンスピアーの方がさ、ね、あ、まあ、あのこの子の右腕左腕、あのペサントって呼ばれたやつですね、雄三になっちゃったやつ、あいつの方がまだね、あの因縁というか過去作のあれに近い形をしてるし、しかも第二形態まだあるから戦う価値あるんじゃないかなと思うけど、こいつはないよ。ああ、原型ないもん、原作からの。で、あとアイテムは？あった。あれ拾って終わり。そう考えると補給物資少ないよね、この戦いね。あ、で、確かあれか、ハードコアからは、まだあれだ、これで終わって、ああ、一件落着ってならねえんだよ、確か。Ashley。うん。No time to lose。No time to lose。はい、ご褒美。マグナムか。マグナムだけを使ってボスを倒すっていうね、夢のようなことをやってみたいけど、あ、違う、こっちか。うん。ということで、下へ参ります。クッパがちゃんと乗ってんのかな？クッパがボート運転するとかね。まあ、飛行船運転できるくらいだからね。いるかな？ちゃんとクッパが、ちゃんとクッパが運転してる。ちょ、邪魔。めっちゃこっち見てる。よそ見運転厳禁やで、クッパ危ないで、そんなことしたら。ちょっと別のクラウザも探さなあかんな。よし、オッケー。で、いるよね。めっちゃ構えてるもんね、あそこでね。あれ？ちょっと待って、銃か。ああ、そっか。スピードみたいな。いや、ここ初めてやった時さ、なんか音は聞こえるしさ、でもどこにいるかって分かんないからってめちゃくちゃビビり倒してさ、最初に攻撃をバーンと受けた時マジで絶叫したかもな。これはなかなかあれだね、カプコンさん、あのしてやったりっていう感じがするよね。あー、マジで。え、もうちょっと、あ、違う、行き過ぎた。上の方、あった。ケンツは開くんだ。違った。イエローダイヤモンドだった。ごめんなさい、ミスター。で、こっちチラッと覗くと、近。しかもまさかこいつが出てくるみたいな感じだったね。よし、えい。乗客管理、あ、1500だよ。スピネルが良かったなぁ。ね、エイダ編の方でさ、あれが買えるじゃないですか、チャームが。なのに、こっちではさ、もう今、あの、何百枚とつぎ込んだのに、未だにチャームが手に入らないっていうね、もうちょっと悲しい。あれがあるんですが、よっしゃー、さあ、チャプター、12か。もう無事クリアすることができやした、ちゅうことでおります。はい。なんかもういろいろはみ出てるよな。もうこれだけでなんか一人分の、スペース取ってる気がするけど。あ、ちゃんと反映されてる。チャイナジュアレス。ザス。いやー、いいね。うん。ということで、むっちりエイダ、見ることができました。さあ、あんなね、もうチャイナドレスに背中パックリ開いているエイダちゃんを見て、戦場で興奮せずにいられるか、主人公を果たしてということで、今回の動画はね、以上とさせていただけたらと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると励みになりますんで、よろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。